それでは、4月13日に行われる JG1 中山グランドジャンプに西野デイジーとともに出走される五十嵐雄介ジョッキーにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。独自情報はどこにも負けません。よかったら入会してください。まず、前走からのですね、中間の様子について。はい、前走阪神で競馬の後は在休で調整してます。今週もね、障害練習入れて、まあ追い切りも含めて順調に来てます。はい。前走ですね、JG2 阪神スプリングジャンプについて振り返っていただけますでしょうか。はい。去年、まあ石上さんが騎乗したレースだったんですけれども、まああの時結構かかって馬がその気になって競馬してました。まあそういう馬なんですけれども、まあそれを踏まえて今年も、まあ折り合いは課題になるかなというふうに思って競馬に挑みました。で、結構折り合いついて、今までになく折り合いがついて競馬ができてたので、自分としてはすごいいい面が出たなっていう感じで競馬を持ってました。まあ、結果は4着だったんですけれども、まあそんなに自分の中で悪いイメージはなく、むしろなんか、あ、中山もっと距離長くなるし、あ、いいなっていう感じを受けてます。では、今回につながるような手応えを感じたレースだったということですか。そうですね、着順は4着だったんですけれども、はい、まあ晴れで馬場状態も結構馬の成績に影響してくるところがあるので、まあ阪神の時も両馬場だったので、まあ、もっといい着順は期待してたんですけど、はい、まあ今回も、中山グランドジャンプ両馬場でいければなと思ってます。中山グランドジャンプ、西野デイジーは2回目なんですけれども、前回は9着でした。前走の阪神スプリングジャンプから距離も伸びますが、コースや条件などについてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。はい、まあ、コースは中山大障害、中山グランドジャンプ、まあ、多少違うんですけれども、全然グランドジャンプでもこなせれると思ってます。まあ、去年の石上さんが騎乗した中山グランドジャンプはスタートもちょっと決まらなくて、まあ、その例こそ折り合いがちょっとやっぱりグイグイで、ちょっと一生懸命馬も走りすぎてたなって感じだったので、ちょっと着順的には9着、になっちゃったと思うんですけど、まあ、その折り合い面今回なんかだいぶいいなかと感じるところがあるので、まあ期待してます。では今回は、まあ、レースに向けて調子が整ってきていると、そういうことでしょうか。そうですね、馬の体調は良さそうですので、まあ、中山大障害勝ってる馬ですし、去年の暮れの中山大障害も2着ってことで、まあ、中山の実績はあるので、はい、頑張りたいと思ってます。今回のレースに向けてですね、ぜひ抱負をお聞かせください。はい、西野デイジーは、ちょっと変わった馬なんで、いつも大変なんです。元気よくて、本当に我が強い馬で、まあ、能力は秘めてると思ってますので、まあ、その能力を出してあげれるように自分はしっかり騎乗したいと思ってます。ちなみにちょっと変わったところっていうのは具体的にどういったところなんでしょう。はい、馬っ気がすごくて、牝馬を見たらもう吠えて立ち上がって、それでまあ男馬に対してもちょっとこうふわっと見えた馬に対して威嚇したり、乗ってる立ち上がったりするんですけど、乗ってる人はちょっと大変な部分あるんですけれども、
まあ、競馬に行って、その悪さっていうか、そこは出さないので、まあ、いつも競馬では大きく問題はないんですけれども、普段から結構大変なんですけれども、はい。そんなところがある馬です。ファンの方へ、見どころですとか、知っていると、こう、レースがより楽しめるようなポイントなどがあれば教えていただけますでしょうか。はい。まあ、見どころは、まあ、距離が長いので、見てて楽しい。楽しいというか、もう見どころというか、もうどこも見どころかなと思いますし、まあ、障害比率も、現場で見たらすごい音するし、迫力あるし、ぜひ見に来てもらいたいなと思ってますし、まあ、乗り役目線で言うと、まあ、駆け引きが結構いろんなところであるので、レースについての。まあ、そういうところ、たすきのところだったり、まあ、仕掛けどころだったり、そういうのをちょっと考えながら、予想しながら見ていただければ面白いかなと思います。中山グランドジャンプなんですけれども、コースがですね、障害比率が12回あって、はい、まあ、下ったり上ったりっていうのが5回もあって、国内最難関のレースと、呼ばれているんですけれども、はい、そのあたりのその、まあ、コースを攻略するにあたって、はい、最大のポイントは折り合いというところになってくるんでしょうか。はい。まあ、折り合いは、そうですね。やっぱり、引っかかりっぱなしで勝つのは、相当難しいですし、そのバンケットとかも、やっぱり何回も降りて、登って繰り返したら、スタミナ結構削がれていくので、まあ、折り合いは、まあ、絶対条件だと思ってますし、あとは、飛越での、まあ、無駄のない飛越。うん。まあ、みんな、J1 に出てくる馬は、そんなに大きな、失敗するような、飛越する馬じゃないと、ないのが揃ってるので、まあ、その中でも、なんかミスを少なく、まとめてこれる馬っていうのは、僕は強いと思ってるんで、はい。そのあたりですかね、はい。最後にレースに向けての意気込みをお願いいたします。はい。中山大障害は勝ちましたので、中山グランドジャンプも勝ちたいと強く思ってます。それでは本日は4月13日に行われる JG1 中山グランドジャンプに西野デイジーと共に出走される五十嵐裕介ジョッキーにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。